コール・ロバート・スチュワートは、アメリカが州国テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手、ウト右ミギ MLB のシカゴ・カブス所属。高校時代は、野球と並行してアメリカンフットボールを行っており、フットボール選手として、テキサス A&M 大学に進学する予定であった。2013年の MLB ドラフト一巡目で、ミネソタツインズから指名され、 予定していた大学進学を取りやめ契約金454万4400ドルで契約し、プロ入り。参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグツインズでプロデビューし、その後ルーキー級、エリザベストンツインズでプレーした。この年は2チーム合計で7試合に登板して0勝、0敗、防御率1.35、24奪三振の成績を記録した。 2014年は A 級シーダーラピッツカーネルズで19試合に先発登板して3勝5敗、防御率2.59、62奪三振の成績を記録した。2015年は A 級フォートマイヤーズミラクルで22試合に先発登板して7勝8敗、防御率3.20、71奪三振の成績を記録した。2016年は AQ フォートマイヤーズで開幕を迎え、シーズン途中に AQ チャタヌーがルックアウツに昇格。2チーム合計で25試合に先発登板して12勝8敗、防御率2.88、91奪三振の成績を記録した。2017年は AQ チャタヌーがで開幕を迎え、シーズン途中にトリプル AQ ロチェスターレッドウィングスに昇格。 2チーム合計で6試合に17試合に登板して6勝6敗、防御率4.28、57奪三振の成績を記録した。2018年8月12日にメジャーに昇格し、同日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビューを果たした。この年はメジャーで8試合に登板して2勝1敗、防御率3.68、24奪三振の成績を記録した。 2019年はメジャーで9試合に登板して2勝2敗、防御率6.39、10奪三振の成績を記録した。オフの11月4日にマイナー契約となり、同日に自由契約となった。2019年12月29日にボルチモアオリオールズと単年契約を結んだ。2020年は新型コロナウイルスの影響によりシーズン開幕が遅れ。 1>, 1型糖尿病を患っていたスチュワートは症状の悪化を懸念し7月31日にシーズン不参加の意思を表明したオフの10月29日に FA となった2021年1月28日にシカゴカブスと70万ドルの単年契約を結んだジュニアエンジェルベルデホコールファーストチョイスビトウィーに MLB ドラフトテキサス A&M ヒューストンクロニクル2021年1月29日閲覧グリームンアーロンツインズサインナンバー4ピックコールスチュワート44.5ドルミリオン MLBNBC スポーツ2021年1月29日閲覧コールスチュワートスタッツハイライズビオ m i l b c o m s t a t s t h オ o f f i c i a l Site o ー Mighty l b m i l b c o m 2021年1月29日閲覧。オーガスト10、ラベル、E ーニール3、ツインズ2、コールアップコール、スチュワート2メイクスタートオンサンデー。スタートリビューン。2021年1月29日閲覧。コール、スチュワートプレイヤーカード、ザ・ベースボールキューブ。t h e b a s e b a l c u b e c o m 2021年1月29日閲覧。 ツインズエクササイズクラブオプションオンネルソン・クルーズ MLB.com2021 年1月29日閲覧オリオールズサインコールスチュワート d f m ェマルコスディプロン MLB トレードルモアズ2021年1月29日閲覧コールスチュワートペッツアウトオブ2020シーズン MLB トレードルモアズ2021年1月29日閲覧カブス スチュワートアグリー2メジャーリーグディール MLB トレードルモアズ2021年1月29日閲覧ありがとうございます